こんにちは、おじいちゃんトレーナーです。こんにちは、有限会社笑顔健康商事営業部主任のアホヌラと申します。よろしくお願いします。今日もよろしくね。っていうか前回からなんか会社名変わってないか。我々の業界にはよくあることです。そんなことより早速弊社が取り扱っているサプリメントについてなのですが。そうじゃの、早速ウマ娘のアプリを始めていくかの。ポチッとな。ウマ娘プリティダービー。ダイファスカーレットちゃん、こんにちは。あんた風邪ひいてないでしょうね。ちゃんと予防しなさいよ。この年で風邪ひくと命に関わるからね。そうそう、プレゼントボックスに SSR 限定メイクデビューチケットというものが入っていたから使ってみたら、桜爆心王ちゃんの SSR のサポートカードが当たったんだ。つまりおじいさんの手持ちのサポートカードは前回のリセマラの分と合わせるとこうなるわけですね。カードの右上のアイコンに注目するとスピードタイプの SSR が3枚とかなりスピードに特化した構成、そして2凸でレベル34まで成長している SR の葵さんがおりまして、その他10枚の SR があります。そういうことじゃの。ところで凸というのは何ぞ。凸とは限界突破を行った回数を表す用語で、1回で1凸、2回で2凸、上限まで突破すると完凸などと表現されます。それじゃあサポートカードも揃ったところで育成を始めていこうかの。わしにとっては待望の初孫ということになろうて。やはり前回チケットで交換した星3つのマルゼンスキーが良いかの。いいえ、最初のうちはチュートリアルで入手した星1つの馬娘を育成することをお勧めします。彼女らの育成は難易度が低めに設定されていて初心者向けですし、また現在行われている期間限定ミッションも初期の5頭の攻略がクリア条件となっています。またこのゲームの使用上、短距離の逃げ先行馬が有利となっているので、初心者はそれに当てはまる馬娘を選ぶべきかと。ということは当てはまるのは桜爆心王ちゃんか。日本競馬史に残る名スプリンターじゃの。初孫にしては十分すぎるほどの名馬じゃな。よし、君に決めた。まず継承馬娘を選びますが、まだ強力な電動馬がいませんので現段階ではあまりこだわる必要はありません。強いて言えば短距離馬はスピードが重要ですので、スピードが上昇する組み合わせにしましょう。これでよしと。次にサポートカードの選択ですが、とりあえずお任せ機能を使ってみましょう。おや、フレンドのところにレベル30の手綱さんが。わしの老人会の友達は誰もこのゲームをやっていないはずじゃが。フレンドは現実の友達からでなくてもサポートカードをお借りすることができる機能です。前回の動画のサポートカードリセマラで現状最強と言われる手綱さんにこだわらなかったのはこのため。今や多くのプレイヤーが高レベルの手綱さんを所持しているため、こうやって簡単にお借りすることができるのです。そういうことなので、あとせっかく育てた葵さんや他のスピードタイプのカードを手動で選んでいくよ。なお桜爆心王の SSR サポートカードは残念ながら同じ馬娘に使うことができないので選ぶことができません。準備は OK だね。じゃあ育成開始だよ。なお実際のプレイではがっつりイベントを全部見ていたら3時間以上を優に超えてしまったので、この動画ではかなり端折っていきます。というわけで最初のトレーニングまで飛ばしてきたけど、どれを選べばいいかな。スプリンターの桜爆心王に関してはとにかくスピードトレーニングを重視。ただし最序盤は手綱さんのアイコンが出現しているメニューを選んで絆ゲージを上げていくと良いでしょう。またしばらくすると葵さんも登場するようになりますので、その2人のアイコンが出現した時や他の馬娘とのイベントアイコンが発生した時のみ他のメニューを選んでも良いかと思います。ああ、史実でも同世代であった西野フラワーちゃんとのやり取りは微笑ましいの。おっと、スキルの早手一文字のヒントを得ましたね。このスキルは強力ですので、ぜひとも習得したいところです。エネルギー切れが近く。うわー、なんか見るからに怪しいやつが出てきたの。なんか飛行をつくとか言ってるけど、わしは北斗神拳奥義残骸赤保険は使えんぞ。それはケンシロウがアミバを葬った技ですね。まあ最強クラスを狙うのであれば一か八かで試してもいいかもしれませんが、まあ最初だしやめておこうかの。そんなこんなで新馬戦じゃ現在のスピードは196。
ハヤテ一文字はスキルポイントが足りずまだ習得できんの。まあこのレースは無理に勝たなくても良いので温存しても良いかもしれませんね。ここは負けられない。とはいえ一番人気じゃな。6番、作戦は逃げに変えた方が良いでしょう。さあレースじゃよ。サクッとダイジェストで参りましょう。そのままそのまま。ようやったの。後で500円あげるよ。他の馬娘たちをねじ伏せ、レースを制した桜爆心王。レースに向けて。というわけで次は慶応杯2歳ステークス、元い慶応杯ジュニアステークスだね。スピードは285、スキルポイントはまだ温存しようかな。ここは一定の成績を収めないと先へは進めませんが、5着以内と甘めの設定ですのでなんとかなるでしょう。そのままそのまま。よくやったぞ我が孫よ。次はスプリングステークスなんじゃが、直前にテレビを見ることによってやる気が下がってしまったな。まあわしも確定申告とかやんないといけないけど、それそっちのけでソシャゲやってるから人のこと全く言えないんじゃがな。でスピードは389まで上がったけど距離が長くて不安だから、そろそろ早手一文字を習得しようか。まあここは何着でも問題ないのですが、勝っておくに越したことはありませんからね。どうやら史実通り、ミホのブルボンに負けてしまったみたいだね。おじいさん突然そんな大声を出したら脳の血管が詰まってしまいますよ。そんなあなたに弊社のサプリメント。でも3着だから皐月賞の優先出走権は取れたはずだよね。でも結局次走は青いステークスか。スピードは443まで上がったね。両馬場丸のスキルは馬場状態さえ合えば必ず発動するので取っておいて損はないでしょう。本当じゃ、こりゃ便利じゃわい。他にもいろいろスキルが出たので、ここは順当勝ちでした。次は G1 のスプリンターズステークスじゃが、目標レースファン数不足ということらしいの。ファンの数があと4706人不足しており、これを埋めるにはオープンや G3 でも少し足りないようですので、ここは9月前半まで待って G2 セントウルステークスに出すことにしましょう。スピードは515ですか。前走に比べるとそこまで成長していないように見えますが、ちょっと合宿中の爆心王ちゃんが可愛くてね。スピードをトレーニング以外もちょっといろんなやつ試してみたんじゃ。ファン数も無事に6000人増え、スプリンターズステークスには問題なく出走できるようになりました。さて本番じゃの、せっかくだから何かスキルを獲得しておくか。レースの距離が400の倍数、つまり 1200m のこのレースで発動する根幹距離を獲得するのもいいでしょうね。なおスキルポイントが心もとないという方は桐生院葵さんの絆ゲージを上げて、お出かけイベントを何回もこなすと多くのスキルポイントを得ることができますので、なるべくイベントを完遂すると良いでしょう。西のフラワーちゃんとの対決イベントか。史実の勝ち馬じゃからの、あの時は河内博士騎手が乗ってヤマニンゼファーをものすごい追い込みで捉えたすごいレースじゃったの。さて初めての G1 じゃ胸が高鳴るの。そのままそのままそのまま対戦者とのちゃんに刺されてしまうか。ですが史実の6着よりだいぶ上ですし、問題なく次へ進むことはできます。そして高松の宮記念、スピードは654じゃ。スキルは手綱さんからコツを教えてもらったコンセントレーションを獲得しましょうか。高松の宮記念、当時は高松の宮杯といって 2000m の G2 じゃったが、この時代にスプリント G1 になっていたら一体どうなっていたんだろうの。そのままそのまま。おお勝ったぞ、おお勝ったぞ。さあクラバクシンガー。いやですから脳梗塞を起こしますって。それに近所迷惑だし。で函館スプリントステークスから 1200m の重賞を3連勝しなければならないと。スピードは693、あまり成長していないのは葵さんとお出かけばかりしていたからですね。レースの格は落ちますが負けられない戦いが続きます。全て 1200m 戦ですので、根幹距離を20丸にし、さらに両馬場も20丸にしておきましょうか。先頭は変わらず桜爆心王。
というわけであっという間に3連勝じゃな。ちなみに最後のセントウルステークス時点でのスピードは733でした。セントウルステークスを制しました。爆心する。というわけでその1週間後のスプリンターズステークス、スピードは変わらず733のままじゃ。ちなみにこの前のレースの時に逃げ牽制というスキルを覚えて臨んでいます。今年こそ貸したよね、はい、西野フラワーちゃん。関白宣言とな。お前を嫁にもらう前に言っておきたい、ここがある。おじいさん、歌ってる間に勝ちましたよ。よく速どおりに、あなたの愛した。それは精霊流し。次はマイルチャンピオンシップ 1600m 根幹距離であるがどうかの。距離がいささか長いのが不安ですが、ここは一着でないと先に進めませんからね。スキルは特に増やさずに行ってみようか。天気は曇りだけど一応両馬場みたいだね。そのままそのまま、そのままオグリキャップ、なんかバンブーメモリーが差し返された時みたいな負け方したね。このままでは先に進めませんので、アイテムの目覚まし時計を使いましょう。はっはっ、なんだ夢か。おいばあさんや、あ、ばあさんは死んだんだった。そのままそのままそのまま、そのままよし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 、これで問題なく次へ進むことができます。いよいよ URA ファイナルズが開幕。ここまでは史実通りのレースでしたが、ここからはこのゲームオリジナルのドリームレースっちゅうこっちゃな。予選、準決勝、決勝といずれもスプリント戦、当然負けられない戦いが続きます。短距離用のスキル、スプリントギアを獲得して臨むとしよう。スピードは813、 A 評価ということになっていますね。条件は京都競馬場芝 1400m か。よし、そのままそのまま、やったやった、勝ったよ。次は1週間トレーニングを挟んで準決勝。スキルは特に覚えずにこのまま行こう。スピードは851まで上がりましたね。さあここを勝ってぜひ決勝に進みたいね。よし、そのままだそのままだそのまま、よっしゃよっしゃ、勝ったぞ。そしてトレーニングを一周挟んで、ついに URA ファイナルズ決勝の時が近づいてまいりました。スピードは881、ファンは93,504人か。最後の舞台は直線に坂のある中山芝 1200m ですから、上り坂で発動するスキルの勢い任せを習得しましょう。さて最後のレースくらいせっかくだからフルで見てみようかの。決して尺稼ぎではありません。晴れ渡る空の下行われる中山レース場芝 1200URA ファイナルズ決勝、16人の馬娘たちが挑みます。現在1番人気はマルゼンスキー、2番人気を紹介しましょう。 TM オペラ王、注目の2大スプリント覇者桜爆心王、8枠15番での出走。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはアイネス風神、マルゼンスキー、桜爆心王。さあ激しい先行争いで前に出たのはアイリス風神、続きました桜爆心王、激しい先頭争い、マルゼンスキー、ここにいます。その後ろにレジロマックイーン、さらにはナリタブライオン、少し後ろから2番、そしてその外を回って3番、少し後ろからマヤマトップガン、その外並んで AM オペラ王、少し後ろから13番、1馬身離れて1番、そしてその外から行ったのはハッピーリーク、第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。並んだ200を通過、桜爆心王並んで勝った、桜爆心王並んで勝った、桜爆心王並んで
ウマピョイウマピョイ。スキルがいい具合にたくさん発動しましたね。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着はメジロマックイーン、3着はマルデンスキー。爆心的勝利。よくやったのう、わしの自慢の初孫じゃ。というわけで桜爆心王の育成は B ランクということで完了したわけです。まだまだ上のランクがあるということか。奥が深いの。次の馬娘育成の時に使う因子の獲得などもプレイごとに異なってきますので、やり込む要素がかなりあると言えるでしょうね。まあ何はともあれ孫娘が頑張ってくれたのが良かったの。しばし余韻に浸るとしようか。決してナレーションが面倒くさくなったわけではございません。ああやりきったやりきった。リアルの時間だと3時間以上かかってるわけじゃから、目肩腰などいろんなところに疲れが出てきたの。そんなあなたにおすすめなのが弊社のサプリメント。何はともあれこんな時には睡眠が大事じゃて。先に帰るとするわい。それじゃあの今日もありがとうの。スマホを操作しながら歩くのは危ないですよ。というか今日もコーヒー代払ってないし。